骨部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では188番目に置かれる。骨字は動物の肉を取り去った部分にある骨を意味する。その字型は骨を表す字に肉を加えた貝文字である。その骨の象形は牛の肩甲骨とも頸骨とも頭蓋骨とも言われる。また骨字は支えるものとして 人の気概や風格を意味する。変貌の糸としては骨格や体に関することを示す。この時左側の辺の位置に置かれ左右構造を構成する。骨部はこのような糸を構成要素に持つ漢字を収める。骨地の字体には地域により差異が見られる。まず上部については後期時点、日本の新字体、台湾の国字標準字体、 香港の常用技字形表は囲まれた中のオレオのような形で右側に置くが中国の新字型では骨のようにを左側に置く。下部については肉付きに従うので後期時点日本、香港の標準自体では一画目の縦角が止めで内部の二角が横角のガツである。一方、台湾の国字標準自体ではいわゆる日下げ肉型々、すなわち 内部の上がおゆるい傾斜の点、かがおゆるい傾斜の羽といった、んたとしている。骨、ありがとうございます。